吉川圭一の危機管理司令室。どうもこんにちは。そしてこんばんは。吉川圭一です。本日は衆議院選挙結果の分析と日本の今後の世界戦略というお話をさせていただきたいと思います。私は自民党総裁選に見る自民大敗の予感というお話も以前させていただきましたが、まあこの動画を撮っている11月1日の前の日、10月31日に行われた衆議院選挙の結果は、このように自民党が大敗したとまでは言えませんでした。しかし、私は、自分の考え方が大きく間違っていたというふうには、思っておりません。それはなぜかと、いうと、このように、今回自民党は、実は、15席ぐらい議席を減らしておりまして、逆に立憲民主党も、10以上議席を減らしている。で、その分、維新の党が、大躍進をしていると。これは私が申し上げた、岸田自民党が減って、改革的な勢力が伸びて、新しい政界再編の予兆になるのではないかということがある程度実現したものであると、考えております。で、これは、今回、無党派層に関しましては、立憲民主党が 24% で最も多く、維新の会が 21%、自民党は 18%。だったけれども、2017年の前回の衆議院の選挙では、旧立憲が 31%、自民は 21% だったので、やはり無党派層の支持が、減っていると。それに対して、維新は、9% から 21% に、やはり倍増していると。このことからも、わかると、思います。で、重要なのは、この年代別の投票先。自民党は、むしろ若い人に支持されている。これは若い人は悪夢の民主党政権を覚えているということもあるでしょう。で、立憲はお年寄りの支持に頼っていて、これは福祉政策や何かを大事に思っている方々に支持されているということだと思います。それに対して維新の党というのは30代、40代、50代、といった働き盛りの人たちの支持が多い。そして自民党の支持にも実は似たところがあるようにも思われます。若者の支持というか。それに関しては後に述べたいと思います。で、こういうことになっている理由を政策軸別に政党の分布をこのようにまとめてみました。改憲、護憲と小さい政府、大きい政府と
この2つの軸で分析してみますと、まあ、このように、岸田自民党は、まあ、改憲の度合いも中程度、小さい政府も中程度。で、立憲民主党や共産党は、護憲で大きい政府。それに対して、維新の党は、改憲で、かつ、小さい政府という点で、岸田自民党よりも、クリアだったと。それが、無党派層の票や何かが、維新の党に集中した事情なのではないか。あるいは、若者ですとか、無党派層の中で、票を伸ばしたという理由なのではないかと思います。というのは、今まで絶対的に強かった安倍自民党はじゃあどこにいるのかというと、まあ、ここにいたわけですね。まあ、やっぱり非常にクリアに憲法問題でも、経済問題でも改革志向で安倍さんはありました。で、この安倍自民党を支持していた人々が、岸田自民党は支持しづらいということで、維新の党に流れたというふうに、私は見ております。私が前の動画でお話ししましたように、岸田さんという人には、クリアな保守的な理想をアピールする能力が弱いと。それで、岸田自民党はあまり伸びないのではないかというふうに申し上げましたけれども、まあ、その予測は大きく外れていなかったというふうに考えるわけであります。で、この、元になる根本の考え方として、いわゆる新自由主義的経済政策が間違っていたのか、ということを考えてみたいと思います。2005年の郵政解散は若者に希望を与えました。私は狭い学問の世界に閉じこもることを潔しとせず、政治の実務の世界に飛び出しましたが、まあ大学院にも長くおりまして、大学の先生をしている友達何人もいるんですけれども、まあ田舎の大学、の先生で、まあ、食いつないでるような友達の話を聞くと、まあ、2005年の郵政解散までは、この程度の大学を出ててもいい仕事ないしなみたいな感じで、学生の目が死んでたと。それが郵政解散のおかげで、お、これはこれから、新しいビジネスやネックがどんどん生まれてくるんじゃないかと。学校云々に関わらず、アイデアやガッツで、成功していけるんじゃないかと。そういう形で、学生たちが生き生きしてきたと。こういう話を聞いておりまして、まあ、私の、実感といたしましても、2005年の郵政解散、新自由主義というものは、実は基本的には間違っていなかったように思うわけであります。しかし、国家とか民族というものを、忘れていましたね。まあ、そこの小泉竹中改革の後、派遣労働の問題や何かが出てきた。まあ、自国民を大事にするという考え方が十分だったんだろうか。あるいは、民営化された悠長のお金や何かも、アメリカのウォールストリートで運用されたりして、まあ、これでいいのか。まあ、さらに最近の話になりますけれども、まあ、コロナ、トランプ政権の登場、そしてコロナ、それで、サプライチェーン、外国に頼ったりしていることがいいのか。
そういうことが、いろいろ考えられるようになったわけであります。そこでアベノミクスが期待されたと、私は考えております。まあ、アベノミクスは、金融の緩和でありますとか、まあそういう規制緩和、まあそういう新自由主義的な側面もありましたけれども、まあそれによって国内産業を活性化させて、日本国民を大事にするという考え方も同時に持ち合わせていた。まあ、それで、アベノミクス、安倍総理というものはあれだけ支持されたのではないかと思います。まあ、新自由主義的な政策だったので、まあ、安倍さん行き詰まってお辞めになったとか、まあ、今回岸田さんがそれで分配路線にね、舵を切ったという考え方は、少し違うようには思うんですが、ただ、アベノミックスは間違った規制や政策のために、まあ、確かにうまくいかなかった。まあ、安倍さんがお辞めになった理由の一つというには、それもあるのかなと思います。まあ、ではどうすればよいか。例えば今、急成長中の新日途上国に、悠長のお金や何かを投資すると。僕なんかは子供の頃は、郵便局にお金を預けて、複利で定期預金にしておけば、10年で倍になったと。それは日本という国が経済成長していたからですね。日本国内で運用してるだけでもそれだけの利子をつけることができたと。今、ゆうちょであれ、民間の銀行であれ、もう利子なんてほとんどつかないじゃないですか。それは、日本という国の、経済成長が止まっているからなんで、経済が、急成長している、この国、特に親日的なインドのような国、のインフラ整備や何かに、悠長のお金を使って、で、いい利息をもらうと。そういうような考え方もあるし、また、その援助の引き換えに、日本の会社が仕事を取るということも、今までいろいろと考えて良いように思います。それと中国との対抗ですね。一帯一路のような政策というか、中国が一帯一路で進出しようとしているような、途上国で、やはり成長の見込まれるような国に対して、日本も積極的に、投資をしていって、中国ほど悪毒、お金を取ったり、インフラを取り上げたりとか、そういうことをせずに、かつ、さっき申し上げたように、日本国内で運用しているよりは、いい利息も取って、そしてまた日本という国の影響力を高めていくと。そして、その開発の仕事を日本の会社が取ったりすることで、日本の、国内の経済も良くしていく。こういうことも考えていいのかなと思います。そして中国との対抗ということで言うんであれば、やっぱり危機管理の投資、まあそのサイバーセキュリティですとか、まあそういうことに対して新しく投資をしていくと。そうすることで新しいビジネスが生まれて、日本、経済が成長していくと。そして、そういう中国が日本にミサイル攻撃をしてこようとしたとしても、
まあ、それを事前に止める、まあ、サイバー攻撃、まあ、そういうようなことも考えられると思います。で、こういうことに関しましては、いろんな規制がございまして、まあ、そういういろんな規制のために、安倍さん、新しく、規制を緩和して、新しいビジネスを起こすというようなことが、うまくいかなかった。まあ、そこで、ああして退任されることになったわけですけれども、まあ、先ほどから見て、おりますように今の若い世代あるいは働き盛りの世代というのは徐々に憲法改正に対する危機感を持っていて立憲民主を支持しているのは、まあ、お年寄りと、まあ、こういう感じになっていると思われます。まああとちょっと話し忘れましたけれども今働き盛りの人というのはちょうど2005年の郵政解散の時、学生だったぐらいの人だったりすると思いますので、まあ、そこで今働き盛りの人たちの票が、まあ、自民党から維新の党に移ったというふうに考えてもいいように思います。やはり、危機管理を中心とした抜本的な規制緩和。それは繰り返し申し上げますが、日本国民も、もう憲法9条で甘えていればいいという考え方が徐々になくなってきていると思いますので、もしかしたら、安倍さんが考えていた、総合的な、規制緩和というのものよりも、この危機管理、まあ、サイバーセキュリティのようなものに、特化した規制緩和、の方が、あるいは、やりやすいのではないか、とも思われます。まあ、今回の選挙結果を受けた、サナエノミックスの復活に期待しましょう。今回の選挙結果を見て自民党が、まあ、やっぱり、岸田さんの路線より、高市さんの路線の方が正しかったんだ。いうことに気がついて、まあ、その方向に舵を切ってくれることに大いに期待したいと思います。本日は私ごときものの話を聞いていただいて本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。失礼します。